せないけど、ね、汚れたりとか。通常元気な子は、だから無理にしないで、自分で毛づくろいするんですけどね、なんかおしっこが漏れちゃった。最近結構走り回って興奮しておしっこちゃいちゃう。あ、ダメダメ。ごめんごめん。まあ、特別何もしない。さらに年取ってくれてる人汚してきたら、もう。やってる人よく見ますね。そう、あのね、洗ってもいいんだけどね、乾かないんですよ。よっぽど慣れてないと。だから、刈っちゃったりもしますね。刈るって言っても表面だけね。肌ギリギリで刈っちゃうと皮膚切っちゃうから危ないんですけどね。基本は自分でやるとこですよね。そう、自分でやるとこです。はい、じゃあ、抗寄生虫薬とラキサトン出しておいて。一軒さん。はい、じゃあ、抗寄生虫薬つけます。目視で口。よいしょ。固くなりすぎて。それも嫌なの。なんで垂れちゃった。なんか好きな味じゃん。大好きですか？おうち。大好き。そのために髪の毛とか毛とかしたりさせるの。たくさんもらうために。もうしっかり話してみよう。はい、やってみてください。よいしょっと。はい、スプラヘッド陣はちょっとリラックスさせたのがいいと思ってましたね。はい、ドラクサと。嫌だね、あんたら。どこが嫌なの？出てくるな、出てくれてる。いいじゃん。ごめんね、ちょっとなんか優しさ。見てたら好きでしょ。はい、どうぞ。おー、やっと。やっと、やっと来た。これの味か。これなら。これなら食べようか。はい、これは？それ、なんでよ。だってそんないつもくれることないじゃん。そんなに太ってる感じでもある、うん、太るとね、この辺に脂肪がつきますよ。で、センサーの時でも全然問題ないですね。はい、センサーの感じ。平均がわかんないから骨格に対する状態なんでね、まあ、あの決して太ってる方じゃないからこの子の場合は、あの増えて全然構わないと思います。なんか毛が抜ける時とかもこの方でだんだん大きくなった感じがしてこの辺すごい2倍膨らんだ感じが見えるけどちょっと長いからね、ここが膨らんでるみたいな。そうなんですよね。でもここは太んないから、太るとしたらこの辺ですからね、この辺に脂肪がついていきます。ただ爪がさ相当長いからさ、まあ爪がちょっと長くなったらちょっと相談してください。ね、はい、じゃあカゴに戻しましょうか。お疲れです。はい、お疲れです。入ってくるのいいんだもん。帰るよ。どうぞ。ほらこれ。先生くれるってほらリンゴ。これこれこれ。リンゴちゃん。全然次のことじゃない。はい、じゃあ。おめでとうございます。はい、じゃあまああの変わりなかったらまた、はいはい、またじゃあ爪伸びてください。そうですね、はい、見せてください。はい、じゃあ暑さと真珠を。